第47回プライムタイムエミー賞は、テレビ芸術科学アカデミーが主催するエミー賞の一つで、1994年6月1日から1995年5月31日までに、アメリカ合衆国でプライムタイムに放送された優れたテレビ番組に贈られる賞である。受賞式は1995年9月10日に、カリフォルニア州パサデナにある、 パサデナシビックオーディトリウムで行われた。司会はジェイソン・アレクサンダー、シビル・シェパードが務め、アメリカではホックスが生中継で放送した。主要部門以外のプライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞は先行して9月9日に発表された。主要部門の最多ノミネートは ER 緊急救命室の15部門で、そりゃないぜ。フレイジャーと NYPD ブルーが9部門と続いた。主要部門の最多受賞は、そりゃないぜ。フレイジャーの5部門で、ER 緊急救命室、ピケットフェンス、アーミーエンジェルが、それぞれ3部門だった。受賞者は、各項目最上段に、太字のものである。なお、各個は、アメリカ国内での放送権を持つネットワークであり、制作は異なる場合がある。 数字は主要部門からの合計でプライムタイムクリエイティブアートエミー賞は含まない。数字は主要部門からの合計でプライムタイムクリエイティブアートエミー賞は含まない。ありがとうございます。